ございます。ミラグマスデイ24。先生めっちゃ疲れてるね。昨日夜遅くに帰ってきたからね。ということでおはようございます。今もう11時18分ですね。今日はあとでお昼過ぎぐらいから先生のおじいちゃんおばあちゃんの家でね、まあいつものパーティーがあるんだけど、それまでちょっと時間があるから、少しだけね時間があるから、今日はちょっと、銀行に行って、おお、すごいね、日差しがすごいね。銀行に行って両替してくるのと、イベントでねお金お釣り必要だから、それの用の両替してくるのと、あと日系スーパーに行って、なんかちょっとセールやってるっぽいからね、まあどのくらいあるかわかんないけど見てこいと思います。スーパー着きました。最初今日は東京セントラルってところに来たんだけど、やっぱ今日はホリデーでイブだから混んでますね。あんまりパーキングもないけど行ってきます。今日はご飯を東京セントラルで食べていこうと思います。これみんなで2人でシェアしようと思って。先生は鮭とツナのおネギ、あときんぴらとお寿司にしました。いただきます。さっきのお店めちゃめちゃ混んでました。今日ははしごでね、お隣の清和マーケットも見てきます。お買い物してきました。清和マーケットの方がね、2軒目の方が全然空いてて、お買い物しやすかったです。ただ物品揃え東京セントラルの方が多いから、まあだからいっぱい人がいるんだろうけど、フリーペーパーもいただいてたくさん購入してきましたので、一旦お家に帰って荷物冷蔵庫とか入れてパーティーかな。もう2時半だからそろそろね行った方がいいので行ってくると思います。帰ってきました。ちょっとこれからねパーティー行っちゃうけど、さっきね最初のお店で買ったのはこんな感じ、なんかお菓子いっぱいなんだけどこれがすごい安くて買っちゃいました。1ドルいくらだったかな、10円なんか辛そうなやつだけど、野菜のレタスとかのね、あのドレッシングのやつですね、と海苔とかでは、なんかそう唐揚げの元とか粉とか、あとハリオのフィルターもあったから買いました。あとちょっと今仕分けてるんだけど、冷凍のもの、まあこの辺餃子とかお正月のセットがあったからこれにしました。こっちの方が安くなるしね、ちっちゃいからいいかなと思って、あと煮物もめんどくさいから、ね、冷凍の買っちゃったんだけどね、1個ずつ買うとやっぱ高いし、日持ちが気になるので冷凍にしてしまいました。であとはお野菜、ちょっとお鍋作ろうと思って、きのこ、えのき、あと福神漬けとか白滝とかお揚げとかですね。あとねこれが安かったからね、お刺身のボールのやつを買ってみました。でちゃんこ鍋の素とキムチ鍋の素、なんかもつ鍋の素があるって広告で見たから、それが欲しかったんだけどなくて、ちゃんことキムチ鍋にしました。これちょっといつか作ろうかなと思っております。あとお寿司のね、いなり寿司のやつとか、これがすごくて、この花膳って私ちょっと知らないんだけど有名なのかな、のお店で使われてるチャーシューのなんか使わない部分、端っことか、あとちっちゃくなっちゃってボロボロになっちゃったやつとかをこうやってまとめてね、シーズンされてるチャーシューが冷凍で5ドルぐらいで売ってたので買ってみました。普通になんかチャーシュー丼とかだったら全然作れそうだからね。はい、あとこれもすごいね安くなってる、もう賞味期限切れてるやつらしいんだけど、アメリカ普通に売ってるからね、10月1日で切れてるけど、まあ冷凍だから全然大丈夫だと思うし食べようと思っております。あと鮭フレーク、鮭フレークも冷凍かな、冷凍にしておこうと、あとこうその、この間買ったね、このちょんかけムチがちっちゃいの買ったらすぐ終わっちゃう、1日で終わっちゃうからでっかいのを買いました。すごくね 1.2 キロ入っております。あとはいつものマヨネーズと、この間買って美味しかったお肉、豚肉2つと牛肉1つ、これ全部冷凍なんだけどね、薄切りのやつですねめっちゃ匂い嗅いでんな。そんな感じかな。あとお餅、餅はちっちゃいのにしました今年はね。はい、そんな感じです。はい、ということで時間もねちょっと経っちゃったから、これからもちくんも一緒に連れてパーティーに行っていきます。カメラは多分置いていくので、帰ってきたらまたビログ撮ろうと思います。帰ってきました。今時間ね5時半前ぐらいかな、14分ぐらいかな、なんだけど田舎はねまあまあ減ってはないんだけど、パーティーでちょっと食べたからね、なんだけど、まあ夕ご飯の時間8時ぐらいになったら多分お腹すくと思うか、ちょっとどうするかわかんないけど、疲れたからね休憩しようと思います。ちょっとしばらくお部屋で休憩しておりまして、もう7時半かな。意外にでもね時間が過ぎるのがゆっくりでね、まだ7時半かって感じなんだけど、
ょこれから夕ご飯をね、この海鮮のさっきのやつ食べながら、先生ちなみにもう寝てるんだけど、多分後で起きてね、ご飯食べると思うけど、私はちょっと先に食べようと思って、あんまり遅くなるとあれだからね、ちょっと久しぶりに映画でも見ようかなと思って、あのテレビとかないからテレビも見れないし、リビングでね一人で食べるのも寂しいので、ネットフリックスかなんかちょっと見て、ちょっと何見るか検索しようかな。なんかアニメよく見るからおすすめに出てくるのはもうアニメばっかりなんだけど、今日はちょっとクリスマスのものを見たいよね、やっぱりクリス、何見ようかな。なんかファミリー系のクリスマスもいいけど、私はホームアローン見てないけどね、ネットフリックスにはないので、どうにしようかな。なんかファミリー系もいいけどね、なんか普通にちょっと恋愛系も見たい気もするけど、どうしよう、全然決まらないね。今さクリスマスの見てたんだけど、これニューヨークミニットがネットフリックスにある。アメリカのだけかもしれない。もしかしたら日本のはないかもしれない。これね、私のね、大大大好きな、もう、十何歳ぐらいの時から、12、3歳ぐらいかな、の時から、もう本当に一番大好きな女優さんのメアリー・ケイト・アンド・アシュリーっていうね、あの、フルハウスのミシェル役の子たちの、まあ、双子なんだけど、の一番最新のやつで、もう女優さん辞めてるから、二人ともね、あのまあ、新しい映画、これ2人でやってるの、これが最後なんだけど、これ本当に好きでね、あの多分アメリカではそんなになんかいい作品とは言われてないと思う、多分ね、このちょっとコメディ系のやつなんだけど、シンプルプランっていうロックバンドも出ててね、もうね大好き、この頃の2人が本当に可愛くてね、めちゃめちゃお気に入りの、まあ、DVD 持ってるんだけど、普通にお気に入りのね映画が、可愛い、見てこれ超可愛いわ、この2人一番好き、本当に。今日はこのバネッサ・ハジェンズのプリンセス・スイッチっていうのを見てみようと思います。ちょっと化粧も落としちゃったんですけど、映画見終わりました。いい感じのなんかなんていうの、プリンセス系というか面白いお話でした。そんな感じでね、今日は24日で、前からその24日まで、今年は24日までビログマスやろうかなとかって言ってたんだけど、まあちょっと今考えてて、まあ結局明日特に予定ないのね。明日まあ朝起きて特に予定もなくて、で先生のあのアリゾナにね住んでるお姉ちゃんたち家族が明日来るから、でその家族がまあ子供たちが到着したらみんなでパーティー始めて、で子供たちがあのメインでプレゼント開封のあのカオスな儀が始まってですね、ね子供すごい10人ぐらいいるからもうめちゃめちゃになるんだけど、まあそれやって、まあそれ見終わったらうちらももうアリゾナに向かうと思うので、帰ると思うから、まあ先生が疲れてたらね、あの明後日になるかもしれないけど、一応明日帰る予定だから、明日多分そんなに予定ないからビログもねなんかちょっとつまんないかなと思ってるんですけど、つまんなくなるかなって感じなんだけど、でもちょっとキリがいいから、まあ明日アリゾナ帰るまでビログマスやろうかなと考えてるから、明日のビログちょっとね短くなっちゃうかもしれないですけれども、まあせっかくだから25日までやろうかなと思っております。はい、そんな感じで今日のビログはねこの辺で終わりにしようと思います。ということでまた明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。